社会保険料ですね、特に厚生年金保険料は毎年9月にですね、上がることは決まっていると。平成29年までですね、これはもう決まってるんですけども、その後どうなのかということですけれどもね、まだ全然予測決定ではありませんし、予測も難しいかも分かりませんけれども、少なくともですね、超高齢化、それから人口減少という現実はございますので、一つの統計としましてね、50年後、日本の人口ですね、3分の2程度にですね、減少しちゃうだろうとかですね、あるいは、60歳以上のですね、人口の割合がもう40%程度になるとか、そういった統計も出ていますですよね。ですから、細かくは分かりませんけれども、大きな流れとしましてね、社会保険料、これ、下がることはなくても上がることはあると、そういう方向だなということは、なんとなくですね、ご理解いただけるのかなと思います。